今まで我々はキーボードの開発に頭をフル回転させてきました。従来の方法では打つ、押す、叩くといった直線的な入力方法ばかりでした。新しい文字入力ではもっと丸く収めた形で進化させていきましょう。そこで開発されたのが円滑なコミュニケーションを生むキーボード、 G ボード、ダイヤルバージョンです。このキーボードは文字が書かれたダイヤルを回すことで選んだ文字に対応する回転量を USB 信号として送信します。アナログな操作性とデジタルな信号を組み合わせたハイブリッドなキーボードです。パーツの使い回しをせず、大小さまざまなダイヤルで小回りも利く取り回しの良いサイズにしました。お手持ちの 3D プリンターで DIY できるデータも公開しています。キーボード界は今までずっと押せ押せムードでしたが、今回は少し違った角度から入力してみようかと。そろそろ押すのは好きなものだけでいいんじゃないかって気がしますね。押してダメなら回してみろが一つのきっかけになりました。押すから回すへと、まさにコペルニクス的展開を果たしたキーボードです。これまでイライラするとキーを強く叩いてしまったこともあったのですが、このキーボードにしてからは周りから丸くなったねと言われるようになりました。カチャカチャというタイプ音も嫌いじゃないんですけど、このジーコジーコという音は癒しになりますね。タイピングの速さに振り回されてた時代もありましたが、ゆとりを持った文字入力ができるようになりました。目が回るように忙しい時も仕事がスムーズに回ります。回り回ってこの答えにたどり着きました。 G ボード、ダイヤルバージョンの魅力はとどまりません。片手での文字入力はもちろん、両手入力にも対応。リターンキーが戻りきる前に止めればミスタイプはゼロに。専用カバーやカラーバリエーションなどオプションも豊富。ビデオ会議中少し退席したいときは保留モジュールにマウスを乗せると自動でカメラオフに。素敵なオルゴールのメロディーが流れるので相手を退屈させません。将来的には DJ エディション、ペットエディション、大神楽エディションなども開発予定。プレミアムなモブプログラミングを実現する大満足エディションはプロジェクトをうまく回してくれるでしょう。そして我々は地球も回転することに気づきました。ゆくゆくは回るもの全てを入力に活かしたいですね。それでもキーボードは回っているといいなと。回りくどいことは言いません。僕の一押しです。 G ボード、ダイヤルバージョン、本日開店。